3月29日、日本時間、日本拠地ドジャースタジアムでの試合直前の大谷翔平選手、29、の私服姿を球団公式 SNS が投稿。大谷翔平が身につけていた、あるもの、に注目が集まっている。球団公式インスタグラムと公式 X が試合前に投稿した写真には、白い T シャツを着てキャップを後ろ向きにかぶり、片方の紐がねじれたリュックを背負って球場入りする自然体な大谷翔平の姿が映されていた。一見すると何の変哲もない私服姿だが、よく見るとその首元にネックレスのチェーンがちらりと見えている。これに気づいたファンからは大谷翔平選手がネックレスしてるの珍しい、大谷翔平さんネックレスしてる。めめめめめ珍しい、との反応が上がった。大谷翔平選手といえば、よくアスリートが使うような磁気ネックレスのようなものは過去につけていたこともありましたが、基本的にアクセサリーなどを身につけているところは見かけません。なので私服でのネックレスはかなり意外です。週刊誌記者。これまで、マミコさんが指輪をつけている姿はたびたび目撃されてきたが、大谷翔平が指輪を身につけている様子はない。そのため、大谷翔平のネックレスに気がついたファンたちの間では、ネックレスに結婚指輪を通しているのでは、との憶測が湧き上がり、SNS 上で盛り上がりを見せている。ネックレス、これはまさか。おそらく、結婚指輪をチェーンに通してネックレスにしてると思います。大谷翔平選手がアクセサリーをつけるとしたらそれくらいしか思い浮かばない。ほうほう、今日の大谷翔平さん、球場入りのお写真見ると T シャツの下にネックレスしてると結婚指輪通してるといいな。大谷翔平くんネックレスしてる、って面玉ひんむいた。もしかして結婚指輪をぶら下げてますか？かっこいいんだが。撮影はマミコさん、大谷翔平、ゲーム後に炸裂させたデコピン愛に反響、可愛すぎる。カージナルス戦後にデコピンの写真を投稿。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、ドジャースタジアムで行われた本拠地開幕のカージナルス戦に2番 DH でスタメン出場。3打数2安打1四球、1三振とマルチ安打で7対1の勝利に貢献した。この試合には妻、マミコさんと共に愛犬デコピンも訪れていたが、大谷翔平は試合後にまさかのデコピン愛を炸裂させ、ネット上のファンも大谷翔平さんのデコピン愛えぐい奥さんが撮ったのかななどと注目していた。2安打を放った大谷翔平。この試合をスイートルームから見つめていたマミコさんとデコピンの姿にファンも注目していたが、大谷翔平は試合直後にデコピンへの愛情を見せていた。インスタグラムのストーリー機能を使い、最初に公開したのは、ファーストドジャースゲームのバッジを首につけたデコピンの写真。お座りしたその隣には、ドジャースが送った、初感染証明書、があった。名前の欄には、デコピン大谷、と書かれ、本拠地開幕カージナルス戦が行われた2024年3月28日の日付も記載されていた。他にもファイターズ、ドジャース、侍ジャパンのユニフォームが飾られた特別ルームのソファーに座ったデコピンの写真や、口を大きく開いたもの、愛犬の顔を至近距離から撮ったものも、いずれも球場で撮影したものと見られるが、大谷翔平はこれを5連続で投稿していた。X 上の日本ファンも、奥さんが撮った写真かな、大谷翔平さんのデコピン愛えぐい、マミコさんが撮った感じだよね、久しぶりにほのぼのした話題で何より、大谷翔平さんちのデコピンさん可愛すぎる、撮影したのは今日の試合を観戦されたマミコ夫人なのかななどと注目していた。この日は2安打を放ち、ドジャースの勝利に貢献。本拠地デビュー戦となった大谷翔平には、第1打席で米ファンからスタンディングオベーションが送られるなど歓迎ムードとなっていた。デコピン、観戦姿にファン興奮。大谷翔平の投稿に映っていた、謎のおもちゃ、の、正体、と、お値段。ドジャース大谷翔平が3月29日、インスタグラムのストーリーズを更新。愛犬、デコピンの写真を公開した。大谷翔平はこの日、本拠地ドジャースタジアムでの開幕戦となるカージナルス戦に2番 DH で出場。2安打1四球の活躍でチームの勝利に貢献した。スタジアムには妻、マミコさんと共に観戦するデコピンの姿もあった。試合終了後、大谷翔平は5枚の写真を投稿。
1枚目は、ファーストタイム AT ドジャースタディエンと書かれた感染証明書を見つめるデコピン。その証明書にはちゃんと、デコピン、大谷の名前が。2枚目では、デコピンはソファの上に。後ろの壁には、日本ハム、日本代表、そしてドジャースと3種類の大谷翔平のユニフォームが飾ってあり、スイートルームであることがわかる。3、4、5枚目は、スタンドでグランドを見つめる姿や、あくびをするデコピンが映っている。SNS では、デコピンあまりにも可愛いし、それをめちゃくちゃアップする大谷翔平もめちゃくちゃ可愛い。など、デコピンの可愛さに癒されるという声が多数。他にも、夫人とデコピンの存在たるや早くすべて解決しますように。大谷翔平選手のインスタストーリーがめっちゃ平和で安心したデコピンありがとう。と、元通訳の水原一平氏をめぐる騒動はあったものの、安心したという声も。また、デコピンの隣に映っているおもちゃが気になるという愛犬家の声もある。このおもちゃは、ペットルーというメーカーのものだと思われます。カップケーキの形で、噛むと音が鳴るようです。大谷翔平がデコピンと暮らし始めたのは2023年9月の手術後ですから、まだ子供。遊びたい森なのでしょう。このおもちゃは、日本国内で販売しているところは見つかりませんが、アメリカのアマゾンやeBayなどで購入が可能です。アマゾンでは 8.98ドル、約1400円。ただし日本への送料は 11.93ドル、約1800円、かかります。週刊誌記者。外見に9ドルのおもちゃ、というところが、また大谷翔平らしいではないか。